黙って。また名前を返すのか？さあ、ますます友人帳が薄くなるではないか。そのうち天におえぬほどの大物が来て、この生意気なガキを食ってくれんの待っておるのに。こら、にゃんこ。どうしてこんなチンピラ妖怪ばかり来るんだ。チンピラ好きなのか？レゴのバーン。違います。強力な妖力をお持ちの夏目様にお願いがあってまいりました。どうかお助けください。どうだ人間め。我らを追い出しに来たか。ちげっ、にゃんこ先生。こら、違うぞ、その方はな。小物ばかりだ。そろそろ自分で払えるようになれ。それくらいなら吹き飛ばせる。早くしないと鼻の穴や耳からノーを吸われるぞ。オーノー。やめろ、セクハラ妖怪ども。セクハラ知らんのか。セクシーな腹踊りのことだ。やめさせろってんだ。どうこのエセニャッコ。はい、人間。友人帳絡みではないのか。ですので夏目様、しばらくの間ご厄介になります。わあ。断る。お前には頼んでない。古田抜きは黙っている。私がどこかに行ったのだ。研究のくせに絶対に作った。振ってもって死んだ。こら、見事な寸胴だ。センスを疑うわ。面をつけたらお前に言われたのだ。私らは友人関係ではない。飼い主とペットの関係だ。そうか。お前、名前は？当ててみろ。お面、挑発。わかった、沼女だ。私は下等なあやかしだ。そもそも名前はない。からかうなよ。なら私が名をつけてやろう。縮れ麺でどうだ。どうだどうだどうだ。また人のこと話せるとはな。これも何かの縁だ。式の日まで世話になるぞ。えどうだと言っておろうが。縮れ麺でどうだ。うるさいぞにゃんこ先生。な縮れ。猫じゃなくて。ありがとう。そっか、可愛い子分さんだね。子分じゃなくて師匠だ。お兄さん、おのれ、主様に何をする豚猫は。なんだとこのチリチリパーマー。うせえ。いやー、やめろー。紹介しよう。右が笹子、左が瓜姫。刺激している妖怪だ。え言うことを聞かねば、その耳か鼻を食いちぎってやるぞ。よこせ。待て、これデキュー。これは私のだ。タルクに噛まれた。タルク、なんだと。笑うな、地蔵。腹が減ったぞ、まんじゅう買ってくれ。まだ七つじ屋は開いてないぞ。なんだと。株の月が先生。ん、冷蔵庫のエビがなくなってるって東子さんが。おお、それは珍妙な。食べただろ先生。何、家の人に迷惑かけるなってあれほど言ってるのに。愚か者、この私を疑うのか。当然だ。私は知らんぞ。第一、エビの1匹や13匹でうだうだ言うな、この愚民めが。これ西村に借りていた CD だぞ。どうしてくれるんだ。そんなとこに置いとく方が悪いんだ。バーやっぱり。出てけ。なにた、夏目の不良ハゲ白アスパラ。白豚猫も困ったもんだ。毎晩のようにこの八つ荒に来ては大酒をかっくらっているんだからな。飲む飲む。酒だけじゃないぞ、食べる量も半端じゃない。食べる食べる。歌も歌うぞ。オンチオンチ。
酒癖は悪いし。そう、飲んだら必ず暴れるし。シュランシュラン。で、どうする？確かに夏目殿はこの八つ原の恩人で、OB でシュランでうんちの豚猫はその用心棒だ。とはいえ、我々の我慢にも限度がある。あるある。よし、八つ原の平和のため、あの大食いでシュランでうんちのカレー臭の豚猫をバイカッタするぞ。増えた増えた。我々は八つ原の平和のため、あの大食いでシュランでうんちのカレー臭の豚猫をバイカッタするぞ。おーい、やんやんやんや、やんやんやんや、ベラボー。ま、マダラ様。どうせそうだろうよ。大食いで、シュランで、オンチで、カレー臭だ。冷蔵庫のエビ13匹は食うし、CD は割るし。成敗。よせよ、くすぐったい。にゃにゃーんと。なにが友人中だ。バカにしておったからね。来い、見せ目じゃないぞ、こら引っ込んでおれ。よし、歌でも行っちゃおうかな、これ。ああ、昨日飲みすぎた。ん、この岩清水は、頭ズキズキする。うるさいな、もう。チュン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 。グーグー。うん、そういえば腹が減ったな。うん、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 もらったー。あ、にゃん、なーん。八つ目の八つ目、しっかりついてこいと言ったのに、しっかりはぐれおってからに。仕方ない、5秒くらい待ってやるか。1、2、3。ジェーガー。わかんない。なんだ、猫か。脅かすなよ。あれ、このブサ猫、確か夏目んちのニャンニャン先生だっけか。ニャンニャン先生、大丈夫か。ニャンニャン、なんか恥ずかしい名前だな。ポンタでいいか。おい、ポンタ、起きろ。こら、ポンタ。ニャンコ先生だ。おー、ニャンコリノ。お前、確か田沼とか言ったな。アホのくせになかなかやるではないか。ね、ね、猫が喋った。しまった。お前、まだ夏目から私の正体を。妖怪なのか、ポンタ。にゃんこ先生だ。そうかもしれないな。うん、お前は夏目の何なんだ。先生だ。夏目は私の子分なので。子分？お前、夏目に嫌な思いをさせたりしてないだろうな。どういう意味だ。どう見ても子分はお前の方だ。脅しでもかけてるんじゃないのか。こいつめ、言わせておけば。私の正体を知られたからには証拠隠滅せねばなるまい。いただきます。何やってんだ先生。夏目。
どんどん友人帳が薄くなっていくではないか。名前を返すとひどく疲れる。私がもらい受ける頃には何匹に残っているやら、いっそのことこのガキ食ってしまうかな。聞こえてるぞ、インチキ招き猫。なダン。え？うわぁ、思い切り迷惑かけてる。残り物じゃダメなのかしら。これならどうかな。お、食べた。あら、ほんと、グルメね。ったく。遅刻なっていたからわからなかったが。お、その声。あ、そうか、お前はマダラか。なんだお前さん、そのふざけたなり。いやかましい、クーザー。それなら知ってるよ。え、本当か。なやつだ。本当にこいつなのか。我ながらよくかけてある。毛はなかったの。毛はなかったの。一本も。一本もじゃ。当時そいつは三ノ塚に住んでおってな、影の主で影を伝って移動。なんだ、どうした。こら、何を笑っておる。私の絵をバカにするのか。えい、このバチ当たりども。うん、どうした夏目。あー、こら、何をする、もったいない。バチ当たりなことを言うな。ここには何もおらんぞ。今日はいなくても明日はいるかもしれない。思う心が大事なんだよ。何やってんだよこの間抜け猫。ん、招き猫じゃバカ者。にゃん、何がにゃんだ。まんじゅう返せ。こら、にゃん、待て、まんじゅう泥棒。私のまんじゅうだ。買ったのは俺だろうが。待て、こら。やだ、ピー。にゃん、にゃん。